ここからおしゃべりします。はい何しゃべる？何しゃべる？でも本当に渋谷で会えると思わなくて、うん、もうびっくり、本当にびっくりした。本当に青いスーツ着てるんだと思って。いや違う、今日はほらなんかロールスロイスタッチの企画だからそう、まあ、分かる方がいいかなと思って。いやでもこれ絶対一生乗れないから嬉しい。でしょ？どっから来たんですか？今日は川崎から来ました。川崎から来た。川崎に住んでんの？はい。何やってるんですか普段？普段はママやってます。ママやってます。結婚してんの？結婚はしなくてシングルマザーなんですけど。そうなんだ。で今日はちょっと誕生日だったんで、いつ？あ、先週。そう、おめでとうございます。ありがとうございます。それで息抜きにお母さんが私のベイビーを見てくれて。そうなんだ誕生日プレゼントにここにねワインがあるんですよ。すごい。ワインでも開けますか？いいですか？オーパスワンって知ってる？全然知らない。全然知らない。これ1本多分10万ぐらい、そんなにないかな。それぐらいすげえいいワインだよ。そんなに。あ、オープナーね。ちょっと開けてこれ。はい、途中今ワイン開けようと思ったんですけど、はい、ボトル開けるやつが忘れてしまってですね、はい、開けませんでしたなのでちょっと後ろにね積んであったこのなんかワインっぽいグレープジュースで乾杯して、ね、乾杯します。雰囲気だけでもね。じゃあ乾杯。あ、雰囲気だけでも。ありがとうございます。お母さんでも美味しいから今度飲んでみてください。あ、ありがとうございます。うまい。うん、ぶどうジュース多分300円ぐらいになっちゃう。でもどこで飲むかでしょうね。そう、どこで飲むかなんです。でも何歳も幸せ。先週20歳になりました。お酒 OK になったばっかなんだ。 OK になったばっかです。せっかくだから質問あったら質問してください。めっちゃ庶民的な質問なんですけど、1万円とかってどういう、1万円はね、私にとっての100円なのかなとか思っちゃいます。そんなこと1万円は1万円ですよ。1万円です。お金いっぱいあるからいいやっつってこう湯水のように使うやついるじゃん。あれそういうやつ絶対失敗するんだよね。1万円でも敬意を示せないと絶対ダメだと思うから、いくらお金持ちとも1万円は1万円大事。素敵、素敵な1万円ですよ。これは本当そう、リアルに思ってる。幸せ。幸せです、めっちゃ。そうだよね。リアルにさっき会ってから多分5分ぐらい、10分ぐらいか、もう車乗ってね。幸せでーす。幸せだってさ、子供産む前からずっと渋谷行ってなくて、たまたま、本当にたまたま何年ぶりって、あれで来たら会えたんで、めっちゃ幸せです。じゃあ来年いい年になるね。いや、もう絶対なりますよ。うん、絶対なる。二十歳ってことはこれから楽しいこといっぱいあると思うんで。頑張ります。頑張ってくださいね。はい。いい年にしてほしい。いい年にします。で、今日は楽しんで、あんま飲みすぎないで。はい。はい、もうありがとうございました。新宿歌舞伎町に。来ました。はい、どうぞ。暮らしね。ありがとうございます。ありがとうございます。歌舞伎町、新宿歌舞伎町着きました。よし、写真撮る最後。これ後で加工するんです。なんかポーズしましょう。カード型作った。やだ、重い。いい感じ。はい、ありがとうございます。あとこれ。ありがとうございます。あります。普通タクシー代は払ってもらうものなんですけど、僕ぐらいになるとあげるんで。はい。これで飲んできてください。ありがとうございます。じゃあ気をつけて、飲みすぎないで。ありがとうございます。また YouTube 見てください。高評価、高評価お願いします。どうも、ありがとうございます。はい、ということでね、一人嫁送りました。また歌舞伎町ですね。歌舞伎町にまた来ちゃいましたけど、もうあれから来たくなかったんですけど、また来ちゃいました。じゃあ次、ちょっと歌舞伎町でお客さん探しましょう。そうです。はい。もうすでに人だかりになっちゃってるんですけど、はい。確かに。やばい、やばい。次でなんか、渋谷に行きそうな人がいいですね。渋谷らへんに。そうですね。お客さんを探しに行きましょう。そうですね。ロールスロイス乗りたい人いますか？ロールスロイス乗りたい人いますか？チャンネル登録者限定なんで。そうですよね。はい、それは、しっかりファンじゃない。ちゃんと登録者に還元ってことなんで、登録してない人を連れていくと、そもそも趣旨が変わってくるから。なるほど、なるほど。誰か、新宿、歌舞伎町に行きたい人。出た、歌舞伎町だとここ。渋谷に行きたい人。寒いよ。寒い。まあでもこれもね、ファンの方のね、還元なんで、まあ、全員に還元できないですけど、こうやってみんなにこういう気持ちがあるよって見せるのがね、大事だと思うんで、示していかないといけない、行動で。口だけのやついるじゃないですか。行動で示すタイプなんで、だからね、これだけね、チャンネルも伸びたと思うんで。間違いないですね。なんか、リアルですね、これが。リアルです。なかなかいないと、いない。お客さんが。いないね。一人で帰ろうとしてる人がいないよ、やっぱ忘年会シーズンだから。確かに。さすがに。そんな寂しい人いないんだよ。家どこら辺ですか？家は新宿です。じゃあ送ってあげましょうか。リアルに。そういう企画なんですよ。
家バレします。あ、いや、家バレしないです。家の近くまでです。別に住所を僕たちも聞かなくていいです。はい、あ、じゃあいいって。え、マジですか？誘拐されない？されない。チャンネル登録してます？はい。お、素晴らしい。じゃあぜひ乗ってください。あの家送ってきます。責任持って。はい。視聴者還元企画なんで。はい、はい、あの怪しくないんで大丈夫です、はいはい、何かあったら晒してください、はい、どうぞどっから来たんですか？新宿？あ、本当、あの取れ高ないぐらいな短い距離なんですけど。いいし、取れ高なくてもリアルなんで大丈夫です。短い、いや近いんですか？じゃあ近いです。じゃあどこですか？別にあの細かい住所はいいんで大体のとこ言ってくれれば。抜け弁って。抜け弁って、うん、何それ、ね、抜け弁って何それ、地域抜け弁ってお願いします。今日何してたんですか？今日は、ポールダンススタジオに通ってるんですけど。うん、ポールダンススタジオ、はい、まずポールダンスってあのなんか、踊るやつ、はい、へぇに行ってて、そこが今ちょっと修理、改装してるんで、うん、その先生たちのお手伝いに。へぇ、普段何してるんですか？普段は映像制作の仕事。映像制作、あと薬局で働いてます。あ、薬局なんですか？はい。じゃあもう映像制作とか YouTube バリバリ作れる系ですか？一応仕事などでできます。え、 YouTube やってるんですか？じゃあ頼まれることもある。すごいね、はい、このチャンネルどうすか？ずっと見てて。あ、見てるよ、はい、そうですよね。登録してくれてるの見たんですけ ど登録してても見ない人とかいるじゃないですか、はい、結構見てくれてるんですか？はい、発見してます。お、どんな企画のやつですか？ディズニー、あ、シーンに行って見ようと言ったやつね、はい、何も乗らなかったみたい、はい、すぐ帰ってきたもん今彼氏といるんですか？いません。結婚してない？してない。クリスマスなのに。クリスマス。人のこと言えないんですけど、クリスマス嫌ですね。そうですね。バリバリ仕事です、ね。あ、そうなんだ。仕事あるといいね。青白王子は、彼女はいらっしゃるんですか？彼女いないですね。5年ぐらいいないですね。5年前はいた。5年前はいましたけど、国税局の強制調査が来た時に彼女が一緒にいて、そこで別れました。私も5年ぐらい。5年ぐらい。いないです。遊んでないですか？遊んでないですね。一人の人をすごい好きだったんで、5年間好きだったんですけど。素敵ですね。そういう人と結婚したいです。5年間好きで、今年ダメになっちゃって、やめました。コロナで。いや、わかんないです。相手が大阪にいるので。ああ、そうなんだ。はい、いろんな人生ありますね。そうですね。はい、僕、あの、視聴者の味方なんで、チャンネル登録してくれてる人の味方なんで、応援してます。ありがとうございます。私、青汁法来なかったです。青汁法来なかった？はい。青汁法は、やっぱ、忘れた頃になってくるんで。はい、どうぞ。お待たせしました。ありがとうございます。さっき青汁法は当たらなかったって言ってましたよね。はい。じゃあこれ、青汁法、あげます。はい。あげますよ。タクシー代。いやいやいや、いいっす。あの、僕たち、あの、僕らになると、タクシー代もらうんじゃなくてあげるんで。いやいや、口青汁法。入れとくね。おぉ。じゃあいい年を。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、良いお年を。青汁王子だ。青汁王子いつも見てます。ありがとうございます。青汁王子。青汁王子。上行かないですよ。かっこいい。青汁王子。テクノミに行こうから。歌舞伎町にね。はい、歌舞伎町に。あの、本当にでも行けるから。毎日行ってます。ありがとうございます。あ、本も買いました。ありがとうございます。大会今度やります。はい、楽しみにします。ありがとうございます。ありがとうございます。飲みすぎないように。はい。これもう帰るんですか？あ、視聴者なんですか？視聴者ですよね。マジっすか？歌舞伎町行くんですか？歌舞伎町行かないですか？いや、どこに行くんですか？帰るんですか？今ちょっと散策してました。散策？家には帰らないんですか？家にはまだ帰らない。渋谷にも行かない？渋谷、行きます。渋谷行きますか？いいっすか？渋谷送ってくるんで。本当ですか？はい。あの、1億円のロールドレス乗って送るんで、じゃあ、渋谷で。あの、2人とも悪いんで、あの、タクシーであげるんで、ついてきてくれたら。マジですか？はい。1人しか乗れないから。そう、1人しか乗れないから。出てください。じゃあ、お姉さん行きます。じゃあ、行きましょう。はい、行きましょう。え、行きましょう。行きましょう。チャンネル登録は、足してます？してます。オッケー。おー、いい。じゃあ、どうぞ。じゃあ、失礼します。どうぞ。失礼します。結構前から見てるんですよ、その、本当に？その、ちょっと、出していいのか分かんないけど、その、飯田会長の、見てるんですよ。はい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 。あれ、作業しましたね。結構僕応援してて、その、セニー。ああ、マジ、それ、セニーも知ってくれてるんですか？あ、知ってるっす。今日何やった？今日は、その、友達が、その、合コンしたいって。へぇー。で、合コン帰りです。
合コン。合コンがです。合コン成功したんですか？全然ダメでした。ダメだった。敗北。敗北。敗者となって今いるわけですね。結構まあここで会えたんで運気変えていきましょう。変えていきましょう。はい。でもだってこうやって、僕チャンネル最近53万人かな？増えましたね。増えましたけど、だって視聴者の方にこうやって会うって、めったにないんで、嬉しいです、本当に。一瞬、あれ、はい、夢かって思った、はい。なんかせっかくなんで、ちょっと、なんか何でも質問してください。その僕、一視聴者として、うんうんうん、ちょっと気になってることがあって、うんうん。気になってること。そのアジルヒルズってあるじゃないですか。うんうん、今、うん、元 YouTuber の人、うん、なんだっけ、あの、メントスコラルして。ヘズマ、ヘズマさん、はいはい。ヘズマさんを、あの、頑張ってるっていうか、見、うんうん、させてる。はいはいはい。あれって、ファンの人ってなんかお金払えば入れるんですか？いや、入れないです。ファンの人はお金払えれば入れないんですけど、ヘズマはなんであれやってるかっていうと、僕もそうだったんですけど、いろいろあった時にあんま助けてくれる人がやっぱいなかったんですよね。あ、言ってましたね。そう、やっぱ社会は冷たいんですよ。世間は冷たいんですよ。もちろん仲間内は助けてくれたけど、知らない人ってすごく冷たかったんで、僕は失敗した人でもやり直せる社会にしたいなっていう願いがあったんで、まあ、ヘズマ困ってたから、無償で、善意でね。済ましてあげたんですよ。家がないっていうか。動画ね、見ましたよ、僕。はい。そしたら、なんか、オフパコを、オフパコって知ってます？あ、もう言葉。そう、なんか SNS で知り合った女の子に、青汁ヒルズで恋を止まるとか言って、勧誘して、女の子連れてきたりとか、変な TikToker 連れて、なんか変な撮影したみたいとか、全く構成する余地がないんですよ。あ、ちょっと僕動画しか見てなかったから、そういうの。本当はね、なんか、ウーバーイーツやって働きますとか言ってたんですけど、それも全部嘘で、結局ね、構成どころか、青汁ヒルズに住んでるってことを使って悪さをしてるわけですよ。いや、それはちょっとショックですね。はい、だからもう追い出します。追い出します。もう確定事項で追い出します。すぐ追い出します。これ流れる頃にはもう追い出てます。あ、そうなんですね。青汁ヒルズやっぱ視聴者としてもなんかいいね。どんな世界なのか、なんかサウナがあるとか、バーがあるとか。え、でこれちょっとこれやろうかなと思ってて、ちょうど告知するタイミングなかったんで、この動画でちょっと言いますね。じゃあ、青汁ヒルズに視聴者を招待するって企画やろうと思ってるんですよ。絶対いいと思いますよ。青汁ヒルズに視聴者さん集めて、なんか僕がおもてなしする視聴者還元型企画、2022年やろうと思ってるんで、来たい人は、僕の、Twitter のスタッフアカウントってあるんですよ。はい。で、そのアカウント、ちょっと概要欄に一応貼っとくんで、そのスタッフアカウントを見ててください。企画やるときにツイートします。青汁ヒルズの招待条件みたいなツイートするんで、それを見て応募してくれたら、もう視聴者の皆さんは、来れるようにします。一応抽選ですよね。まあ、抽選になるから、そもそもどんくらい来るか分かんないんで。ちゃんと順当に今日50万人のフォロワーがいるから。まあね。まあ、広いんだよね。広いんで、結構な人数集めれることができると思うんですよ。はい。だから、ちょっとやろうと思います。すごい、それで。去年やろうと思ったんだけど、やっぱコロナもあって。まあ、そうですよね。難しいね。なかなか大変だったんですけど。いや、夢が。夢叶えていきましょう。はい。2022年は視聴者還元する年なんで。よく素晴らしいです。だって、そのみんな、本当に、ねえ、皆さんのおかげで50何万人いったんです。53万ですよ、もう。あれよあれよと。増えましたね。年内100万人行きたいですね、今年は。今の勢いならいけなくないかなと思ってるんで、行きたいです。え、でも本当になんか、同じこと言うけど、うん、動画の世界しかいなかった人が今、こう隣にいるから、すごいなんか、あれ夢かなと思っちゃった。いや、でもマジで超偶然だと思う。いや、すごい。なんか今でも、俺ロールスロースなってんのか。そう、やっぱさ、僕 YouTube やってていいのが、本当記憶より記録に残るんですよ。だからこれも記録に残るんで。すごいですね、はい、これ。一生に一回しかないような経験かもしれないじゃないですか。もしかしたらめっちゃお金持ちになってこれ買えちゃうかもしれないし。でも、あのね、そうなってほしいですね。乗るのは。せっかく会えたんで。今日が最後かもしれない。はい。まあ僕と乗るのはわかんないですよ、でも。どっかでまた会うかもしれないし。そうですね。その頃までにこう、成長して、今よりもっと立派な人になってほしいですね。僕そういう風に視聴者の方に思ってて、なんか視聴者さんの人生を変えるような動画を作りたいんですよ。まだまだ今できてるか分かんないですけど、少しでもこう勇気を持ってもらってやる気が出るような動画を作ろうと思って頑張ってます。でも全然僕にとっては心のガソリンです。うん、心のガソリンいいね。やっぱ満タンになるんで。はい。心のガソリンになるような動画作ってくんで、これからも。どうぞ。ありがとうございました。行きまーす。はい、チーズ。はい、チーズ。OK です。はい。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。本当。ありがとうございます。成功祈ってます。で、僕、普通のタクシーじゃないんで、成功祈って、あげます。タクシーであげる、僕らになると、もらえるとあげるんで。ありがとうございます。はい、頑張ってください。なんか飲み行ってください、これで。はい、ありがとうございました。これからもファンじゃないんで。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。いいっすね。いいね。やっぱ、調子さんと会うことないんで、嬉しいっすね。そうですね、はい。ありがとうございます。すいませんね。ありがとう。バイバイ。すごい、ちょっと人だかりになっちゃったから帰ろう。あ、やばいやばい。すごいっすよ、前も。うん、すごいね。すごいよ、もう。街歩けないもん、最近。写真撮られてるからね。あ
バイバイ。Thank you. 外人にも知られてるの。